はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、麺屋みつばさんにお邪魔しまして、つけ麺をいただいてまいりました。こちらのね、麺屋みつばさん、以前から動画でも何度もお世話になっておりまして、しばらく営業をお休みしていたんですが、メニューがいろいろとリニューアルをされて営業を再開したということで、早速お邪魔してまいりました。今回いただいたつけ麺は以前からねあったんですけれども、濃度とか旨味がさらにギュッと凝縮されたうまいいっぱいになっておりましたので、早速本編の方をご視聴ください。はい、ということで、ただいま一杯目到着いたしました。これね、特製つけ麺なんですけれども、麺量はわかりませんでもめちゃめちゃこのチャーシューとか麺もね、もうめちゃめちゃうまそうなんですよ。つけ汁もね、ご濃厚なんで、早速ねいただきたいと思います。それではいただきます。ひとまずこの麺からね、腰とかね、弾力もすごい強いんですけど、何よりもね、香りがいい。色見てもらうと分かると思うんですけど、こちらが全粒粉麺なんで、香ばしい香りがね、すごい強いんですよ。しかもしっかり締まってて、角が立つほどのコシのある麺、めちゃめちゃうまい。そしたらそろそろね、これつけ汁の方へ。めちゃめちゃ濃いよこれ。うまい。いや、これうまいな。めちゃめちゃ濃厚。つけ汁自体は鶏とか豚に魚介系が加わった動物魚介系のね、濃厚のつけ麺なんですけど、香りがねめちゃめちゃいいよ。旨味もねしっかり詰まってますし、かつ麺もね、つけ汁の香りもどっちも負けてないんですよ。これはねマジで絶品これ、チャーシューね、やばいよねうん、うまっ。うめえわ。今回あのチャーシュー2種乗ってるんですけど、厚みよ、厚みやば、めっちゃ分厚い。やらか、うん、うまっ。のりと合わせてと。よいしょ。またこれ味玉がやばいわ。この味玉がとろとろうまそう。うまっ。
三葉さんね、このつけ麺用の特製のトッピングも販売しておりまして、すだちとお塩ね、本当はね、多分つける前に麺だけでこの2種を合わせて食べる方がいいんですけど、ちょっと途中の味変ということで、今回ね、この中盤に使わせていただきます。このセットで、待って、これあの想定してた以上にめちゃめちゃ多いんだけどでも本当にこの麺これ締めるとめちゃめちゃ腰強いんですよ。この量はさすがにね、だんだん顎が疲れてきましたこの後、辛いのもいただく予定なんですけど、結構ね、すでにお腹いっぱいいる。今ね、麺こんぐらい残ってるんですけど、つけ汁がもうなくなりそうで、最後ね、混ぜそばにしてすべて麺をあえちゃいたいと思います。こちらに今、こっちのすり鉢の方は完食でございます。
ごちそうさまでした。